このレッスンでは大きさを調整して見やすく、そして操作しやすくなったダイアログボックスについて説明します。では、サンプルモデルレイアウトというファイルを開いて実際に作業をしてみます。AutoCAD LT2017 では様々なユーザーインターフェースの改良が行われました。ページ設定管理ダイアログボックスは横に広げられるようになりました。 レイアウトタブを右クリックしてページ設定管理を選択しますダイアログボックスの幅と高さを調整して複数のページ設定を一度に表示できます従来は横に伸ばすことはできたのですが縦に伸ばすことができませんでしたこれによって レイアウトの数が非常に多い場合に、いちいちスクロールをしなくても全体を把握することが容易になりました。次に、画像状態管理ダイアログもサイズを大きくして、一度に複数の画像状態に関する情報を表示することができるようになりました。このダイアログボックスは、従来は、 縦横とに伸ばすことがでできませんでした。画像状態の数が多い時に一覧で表示できると確認が容易になりますまた図面プロパティダイアログボックスも同様ですサイズを変更してより広いフィールド複数のコメントテキストおよびその他のプロパティを一度に表示することができます このダイアログボックスも従来は縦横ともに大きさを変えることができませんでした。大規模な図面になると画像の種類やプロパティの種類がその分増えてきます。一覧表示を見やすくすることで作業性の大幅な向上が期待できます。このレッスンでは大きさを調整して見やすく、そして操作しやすくなったダイアログボックスについて説明しました。